はい、こんな感じで、もう出演だけで、Nintendo Switch のほとんどの操作が可能となっています。すごいですよね。皆さん、こんにちは。ネタフリ社長の佐藤久です。新型コロナウイルスの影響で、ここ数ヶ月間は、私もステイホームをしていたんですが、そんな中、私、実は10年ぶりぐらいにゲームを買ってしまいました。大体ご想像はつくと思いますが、こちらです。皆さんもご存知、任天堂スイッチです。しかも、集まれ動物の森の同梱版です。見えるかな？そして、今私も任天堂スイッチ、集まれ動物の森、通称、集まりをやっています。そこで、今回は、両手のほとんど動かない寝たふりの私がどうやって任天堂スイッチを操作しているのかというところを皆様にお見せしたいと思います。さて、繰り返しになりますが、私は両手がほとんど動かせないというよりは体のほとんどが動かせないので、普段の仕事もパソコンの視線入力で操作しているのですが、今回の任天堂スイッチもパソコンの視線入力で操作したいと思います。詳しいやり方などは私が参考にさせていただいたサイトを概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆様そちらをご覧ください。はい、それでは実際にゲームをやってみたいと思いますが、視線入力で、ゲームを操作する方法はいろいろあるんですけども、今回は以前にも皆さんにご紹介した視線入力ソフトウェアミラスクのゲーム版ミラスクゲームでプレイをしてみたいと思います。今ですね、こちら完全に私の目の動きだけで操作を行っています。あとですね、このミラスクゲームではゲームに合わせた、ゲームパッドの配列が可能なんですけども、今回ですね、私が概要欄にも、サイトを貼らせていただいたミラビプロジェクトの代表の岡本さんからゲームパッドのこの集まれ動物森用の、配列をいただきました。私の部屋なんですけど、全然進んでないので、部屋が大変ちっちゃい部屋となっているんですけど、私、ゲームの中でも、このやつがね、ちゃんとあるんですね。もちろん、寝たふりなので、ベッドもございます。じゃあ実際に、釣りで魚を釣ってみたいと思います。今も目線だけで操作をしています。
はい、こんな感じで、もう自然カフェで、任天堂スイッチのほとんどの操作が可能となっています。すごいですよね。はい、ということで今回は寝たきりで体がほとんど動かなくても任天堂スイッチ集まれ動物の森が出れるということを皆様にご紹介させていただきました。私も子供の頃はよくゲームをやっていたのですが、だんだんと体が動かなくなってきた時に、もうそろそろゲームは諦めなくてはいけないのかなっていうふうに思った時もありました。けれど今では今回の動画のように視線入力だけで任天堂スイッチはプレイできます。本当に昨今のテクノロジーの、進化は凄まじいですし、ハードウェアやソフトウェアを開発された方々、そしてこうした情報を整理されて、インターネット上で、公開されていらっしゃるみやびプロジェクトさんには感謝ですね。そして最後に私は皆様にこれだけは言っておきたいと思います。できないんじゃない、知らないだけ、やれる方法を探していないだけ。今回はゲームでしたが、これからも目覚め社長の私がやろうと思えば何でもできるということを皆様に証明したいと思います。はい、ではですね、今回のサムチャンネルはこれで終わりたいと思います。今日も皆さんお疲れ様でした。